陸上自衛隊輸送艦の建造予算を要求。陸上自衛隊が来年度の防衛予算に輸送艦の建造費を盛り込むよう要求したことが明らかになりました。朝日新聞などが報じておりますが、2000トン程度の搭載能力を持った輸送艦になるんじゃないかと見られておりますけれども、こういった輸送艦は 有事において海軍の輸送艦を利用する余裕がない可能性があり陸軍の作戦に影響が出からないためアメリカ軍も保有しておりますがアメリカ海兵隊も対中国向けに新型の輸送艦を導入する見込みではございますけれども日本においても同様の問題が陸上自衛隊と 海上自衛隊において発生する可能性があるため、陸上自衛隊が輸送艦の建造を求めたものと思われます。現在日本においては、尖閣諸島や、また周辺国の台湾において、有事が発生する可能性が高まっており、そのような脅威に対して自衛隊に必要な装備を配備し、 まずは抑止力を高め、未然に戦争の勃発を防ぐ努力を行う必要がございます。また、万が一戦争が勃発した場合でも、最低限、各国から援軍が到着するまでの間、持ちこたえられるだけの戦力が必要になりますし、アフガニスタンの情勢を見ても、 日本としてしっかりと国土を防衛する決意を見せなければ、各国政府が援軍を派遣しない可能性もございます。日本政府には今後も自衛隊に対し、必要な装備の導入を推し進めていただき、なんとか中国の脅威に、中国政府、中国共産党の脅威に、 対抗していただき最低限今の日本の平和を維持できるように努力を続けていただくようお願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました